建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村真理です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。今日はですね、はい、Facebook とかではお知らせしてるんですけれども、はいはい、ゲストさんなしの日なんですよ。なしですね。ね、はい。皆さんなんか映像でねご覧になってる方は分かるんですけど、はい、マリちゃんと僕が実は向かい合わせで、そう初のね。初めてですよねこれね。はい、はい。マリちゃんと向かい合わせで話するって初めてなんで、はい、なんか新鮮に感じますけど、いつも横やからね。私ゲスト席なんですごい不安感が。大丈夫、不安は大丈夫大丈夫。はいはい。うん。でなんか今ね、はい、今こう喋っててふと思い出したんやけど。はいはい。英国王のスピーチっていう映画が昔あったんですよね。はい、ありますね。で、はい、あれがね確かね、はい、この年末か正月かに、はい、テレビでやってましたね。はい、で僕見てなかったんですけど、はい、録画してあったんですよ。はいはい、でたまたまやけど昨日の日曜日の夜に僕見たんですよ。はい、で英国王がね、はい、こう緊張してこう喋ってはる感じあるじゃないですか。はい、そうでね、あれがね、はい、なんかね一番最初の放送の時の僕って、はい、あんなんがやったかなと思って。そんなことないと思う。そうかな。いや、言葉は出てた。目はちょっとどこ見てるか分からない、緊張しててね。はいはい、でやっぱあれで見てるとね、はい、まあ、こうやってこうラジオ番組ね、はい、周りの人がね、はい、ようやってんなとかようしゃべれんなとか言わはるでしょ。はい、大体もうほらもう2年半過ぎてるから、はい、慣れてるじゃないですか僕も、ね、マリちゃんもね。はい、だけどあれ見てるとやっぱりなんていうかな、言葉が喋れるというよりも気持ちの問題だよね。はい、はいはいはい、大体 ね、だから気持ちが、はい、前に行ってるかどうかというか、はい、そういう喋れる状況にあるかどうかで、はい、言葉が発せれるかどうかっていうことですよね。はい、ですからやっぱりほんまにこう、はい、思ってないと、はい、いろんなことをちゃんと感じてちゃんと自分の言葉にしてないと、はいはい、やっぱああいうふうにこう感動するようなメッセージというか、そうですね、伝わらへんやなと思ってね、はい、映画見てたんですけどね。はい、ということでちょっと感動してました昨日は。はい、ということで、はい、この番組は伊賀の浅田建築株式会社美瑛の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲスト招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーですが、はい、本日はちょっと先ほども言いました通り藤兄のぶっちゃけ話のコーナーにしていきましょう。だから珍しく、はい、いや初めてかな、初めてですね、僕がぶっちゃけ話でぶっちゃけ話とかは ね、 そうですね、あんまりだからないんですよね。はい、こうラジオ番組持ってながら自分のことは喋ってないような状態なんですよ ね、 そうですね。はい、でまあちょっとぶっちゃけ話なんですけど、はい、実はまあ非常に今忙しいって話をよくね、はい、マリちゃんにもしてるんですよ ね、 はい、今現場が動いてるのだけで、はい、実は僕4つ、はい、同時進行で施工現場があります。すごい。で4つあるとね、はい、もうほとんど毎日電話かかってくる状態なんです現場から。はは、はい、でまあなんかね電話がよう長いって僕言われるんだけど、はい、長いっていうのはね難しいんですけど、建築の場合ね、はい、立体物をごめんなさい作ってるわけですね。はいはい、それを電話で説明するってのはすごい難しいんですよ。難しいですね。うん、はい、わかります。例えばその入り口の玄関のドアの右側の、はい、枠ですね、はい、枠の下の収まり何センチ控えますみたいな電話なんです。うわ、だからそれを立体、ね、そうそう立体で想像しながらね、はい、現場に伝えて、で、はい、現場の方もそれを立体で想像しながら、はい、それを工事していただくということなんで、はい、すごいこう、まあ、間違わないようにこう説明しようと思うんで電話が長くなったりね。例えば色でもね、はい、まあ、ちょっともうちょっと薄くとか濃くとか言うでしょ、はいはい、でも
これ難しいですよ電話で説明するの ねですから結局やっぱりあの現場行って、はい、もう一回説明したりね、いろんな調整したり、そうなんです。だから結構ね、はい、現場4つ動いてると、はい、あのバタ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 してるもんなんですよ ね本当にバタで1日終わって何したんやら分からへんわったりね、はい、でその、まあ、4つをねちょっとだけ紹介しますとね、はい、まあ、いろんなあの業種が実はあって、はい、で一つはですね、まあ、八坂の塔の近くで、はい、京町屋の改修をしてます、はい、で、これは、まあ、あの現時点ではあの、まあ、青い京都ステイさんの持ち物で、はい、いつも言ったところですね、はい、あの、はい、旅館にするべくやってるんですけど、はい、これちょっとあの最終決定ではありません、旅館にするのはね、はい、ただあの改修してるのはあの伝建築と言いましてね、はい、伝統建築物何だよ、保守何だよ、忘れました、何とか地区ってあってね、その、はい、守らなあかん、京都の風景を守らなあかん地域です、はい、ですからあの京都市の景観政策課の最終チェックが入るような現場なんでね、はい、ですから割と忠実に京都の町屋を再生する工事をしてます、はいはいはい、で、まあ、これをこうやってるんですけど結構ね、はい、町屋っていうのはやっぱりこう やればやるほど難しさを感じるというか、やればやるほどやりがいを感じるような現場でね、はい、まああのこれもゆっくりですけど確実に、はい、町屋が再生する状況を今進めてるということなんですね。まあ、そういうのが何になるのかし、ね、まあまあまあ、あの興味津々 そうですね、待っておきます。もう一つはね、はい、岡崎、ね、岡崎、あの、まあ鳥居のあるところですね、はい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 、ペアニングのね、はいはい、あの近くで京都トラベラーズインというホテルがあるんですよ、はい、でそこの、フロント周り、はい、まあ、カフェとか、まあ、フロントあるでしょ、はいはい、キャッシャーとかのね、はいはい、ありますね、うん、ね、あこをね改装してるんです。改装ってそこ通らへんかったらお客さん行けへんのに。そうそうそう、で今仮にちょっと奥の方にね、はい、別のフロントを作って、はい、で宿泊営業はしてますけれども、営業してるんですね、ただちょっと喫茶とかその、はい、レストランが改装中なんで使えないんで、少しそうですね、2月の末ぐらいまでは、はい、あのちょっとご容赦いただきたい状態なんですけれども、はい、でそれはね、まあ、部屋をね、はい、昨年度改装したんです、はいはい、一部ですね、はい、でそれに、その次にということでフロント周りの改装してるんですけれども、はい、実はこれ、まあ、徐々にいろいろやっていこうという中の一環でね、はい、僕がまあちょっと考えたんですけどね、あのクンストっていうコンセプト、はい、クンストってドイツ語でね、はい、芸術とか、はい、アートとか、はい、っていうコンセプトなんですよね、はい、でそういうコンセプトに基づいてホテルを、まあリニューアルというか蘇らせようと、はい、まあ、町屋に引き続き今度はすごいモダンな感じの、そうなんですよ、はいはい、それをこうやっていこうとしててね、はい、でやっぱりなんていう、岡崎地区というのは文化、はいはい、芸術美術館もありますしね、そうですね、ありますね、はい、でそういう地域なんで、はい、やっぱり散策しながらね、やっぱアートを見ていただけるようなホテルにしようということで、はい、で今僕が設計してるのとね、ほとんどね、はい、なんてギャラリーみたいな白い空間です、はい、でそこに、まあ、例えば絵が飾られるとか、はい、することで、まあ、ホテル全体のね、はい、アート感を出していこうみたいなプロジェクトなんですよ。で実はここにですね、はい、まあ、ご存知かと思うんですけど、キーアン先生、はい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 、木村秀樹先生が絵を描いてくれることになったんです、はい、あら、はい、で2月の、はい、ちょっとまだ日にちははっきり言えないですけども、はい、後半で、はい、僕の、まあ、大体僕の作った白い空間に、はい、キーアン先生がですね、いやすごいコラボや、すごいですね、はい、で僕も今回お願いしに行って、はい、まあ、いいよって言ってくれはったしね、はい、もうすごい嬉しかったんですけどね、はい、要は壁、まあ、ひょっとしたら天井まで、はい、もうわからないです、いや何の絵も決めてない、でどこまで描いてもらうかも決めてない、かなりインパクトある絵描く方やから、はい、まあ、視聴者の皆さんに分かりやすく言うと、はい、高島屋のね、はいはいはい、ウィンドウに書いてありましたね、ひまわりの絵が夏に、はい、描いてあったと思うんです、はいはいはい、で秋に鯉の絵が描いてあったと思うんですよ、で、あの画家の方です、はい、はい、もう71歳かな、72歳の結構、はい、方なんですけど元気でね、そうですね、京都の方ちょいちょいですね、そうそういうの好きな方は知られてるかもしれないぐらい有名人です、で描いてもらうんで、はい、まだちょっとその本当コラボなんですけど、はい、何の絵を描いていただくか、はい、場所もどこにするかまだ決めてないんですよ、はい、ね、書くことだけ、まあ、一応日程だけ決めてるんですけど、はい、で打ち合わせしながらやろうかみたいなことで、ちょっと面白いプロジェクトができるから、はい、そうですね、はい、であとはね、はい、あとはね住宅をやってます、でこれは住宅、はい、
これはあの、まあ、新築の3階建てでですね、あ、いいですね、北山地方で、まあ、初音っていう場所なんですよ ね、はい、ねそこで3階建ての新築住宅やってましてね、はい、ね、これはあの僕2軒目なんです、同じ施主さんから。え、2軒目なんです、同じ施主さんから2軒目、から2軒目の新築なんです。なかなかないですよね。なかなかで、1軒目がコンクリートの打ち放しの家を設計させていただきましてね、はい、で10年以上前にですね、その家どうしてあるんですか。の隣なんですよ。はい、ですから、まあ両方使おういうことですよね。すごい、はい、じゃあやっぱりその前にやったやつを考えての。そうなんですよ。だから極端に言ったら僕しか設計できないね。なるほど、で木造で3階建てなんですけど、はい、まあ、コンクリート打ち放しにあのこう、まあ、そぐったっておかしいけど並んでもおかしくないような木造の3階建てを今設計してます。へ、はい、面白い。ちょっと面白いでしょ、はい、ね、でね、4つ目がね、はい、これもね新旧院なんですけど、はいはい、右京区の方でね、はい、梅津の方にあるんですけども、はい、まあ、新旧接骨院の、はい、まあ、新築なんですけれども、はい、実は増築なんです。っていうのは新築なんだけど増築、これも、はい、まあ、増築ですね、はい、でっていうのはね、去年ね、はい、あ、一昨年になるか、はい、あのオープンしたですね、はい、新旧院があるんですよ。僕が設計して新築でオープンさせた新旧院があるんですよ、はい、でそこの隣の土地買わはったんです。ああ、はいはいはい、はい、で、はい、そこに継ぎ足そうと。あ、だから それもまたじゃあ 2、はい、2回目の同じ施主さんですか。はいはい、で同じ施主さんなんです。でわお、これすごいありがたいんですよね、はい、同じ施主さんが頼んでくれるということは、はい、僕らにとってはすごいこう認めてもらって、そうもう一度ってことですもんね、うんうん、すごい嬉しいことなんですよ、はい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 、でそれでね、この、新旧院はですね、はい、まあ、新旧院ってイメージしていただいたら分かりますけど、はい、テナントが多いんですよね。大体テナントで、はい、まあ、お店みたいな形で接骨院とか鍼灸院やられてるとこが多いんです、はいはいはい、でこ の, あの建てたご近所にもいっぱいある、はい、もういっぱい鍼灸院ってあるんです今。町中に鍼灸院ってあるんです。そんな鍼灸院がいっぱいのところにいあるんですか。ただまあ、技術はもちろんいいと思いますけど、はいはいはい、それプラスしてですね、僕が考えたのは、はい、テナントビルでできない設計してやろうと思ったんです、はい。なるほど、うん、で今、はい、実は現、この新旧院には吹き抜けがあります。2階建てに、はいはいはい、で実は、庭があります、はい、で庭を、ま、眺めながら治療していただくということをやってるんです。ですからこういうのが ねテナントでできない、まあ、ちょっと仕掛け我々が考えた、はい、があるんで実はものすごい流行ってて、でお隣も足らないんで、はいはいはい、お隣をこう増築しようということになったんです。でまあ、今回ちょっと今回も2階建て建ててるんですけど、はい、まあ、今回吹き抜けはないんですけど、はい、まあ、天井系というかね、はい、その天井フラットじゃなくしてるんで、はい、その屋根の形のままそう天井作ろうと思ってるんで、はい、まあ、一番高いところで5メーター近く天井がありますので、結構気持ちよい気持ちいいですね。広い感じですね、まあ、これがねなんか僕らのやってる設計の妙かなと思うのは、まあ、テナントでできないところを、うん、まあ、新築でやるので、はい、いろいろ形をこう触れるというようなことをですね。だから今ちょっと見れるとこが多いですね、出来上がったらね。カーペットとかもね特注柄で作ってるんで、はいはい、全く新しいデザイン、僕がデザインしたやつを引いたりね、はい、でそういうことをやってるというところですね、はい、まあ、ざっとそんなところですね今のところ、はい、じゃあちょっと一旦そうですね音楽でね、はい、休憩したいと思います、はい、こちらのリクエスト曲になります。14カラットソウルの I love you です。
住む人を一番に思い、考え、家づくりをする。年数を重ねるごとに味わいを増す家、自然に優しい家、アレルギー対策に注力した家など、美瑛はお客様と同じ気持ちになって理想の住まいへ近づけることを心がけています。生きた木にこだわった京都の工務店、注文住宅やリフォーム増改築など、住まい木造の家のことなら株式会社美瑛まで。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問なもん何でもビフォーアフターの匠藤二がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。また恋愛問題やら人生相談にお答えしちゃうかもっていつも付け足しておきますけどね。はい、来てます。今日も来てま す, てます。はい、ありがとうございます。はい、ラジオネーム三条小僧さんです。はい、もういつもありがとうございま す, います、藤二まりちゃん、こんにちは。はい、こんにち は, こんにちは。先週風邪をひき、はいはい、もしかしてインフルエンザではと思い病院へ行きましたが、ららただの風邪とのこと。よかったよかったよかった。一層インフルエンザならば強制的にでも仕事も休めるのですが、ただの風邪はほとんど健康な人と変わらぬ扱いで、どんどん仕事を詰め込まれていました。そりゃそうやわ、忙しいやろ、ね、うんうん、そんなことで製図台、はいはい、平行定規の、ね、平行定規 ね, ね、はい、あのくれるって言ってあったんですね、はいはい、先週ね、はい、の写真が遅くなりました、はいはい、お使いいただければと思いお送りさせていただきます。そうということで、ね、現時点ではねまだ来てないと、はいはいはい、応募がですので、まだ欲しい人をね、そうそう、メールいただければ、今週しか聞いてへん人、そうですね、これは無糖製の A1 サイズの、はい、足付きというかね、はい、の製図台を椅子付きでプレゼントしましょうという、はい、話なので、どっちかだけは不可です。そうですね、はい、欲しい方は、まあ、京都市内に取りに来れる方という、はい、まあ、前提付きなんですけど、ね、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします、ね、でまだね、ちょっと時間あるんで、今日は、はい、富士に放題の日なんで、ちょっと続きいきますか。ちょっと喋ろうかなと思うんですけどね、はい、で僕は建築家、まあ、建築家って呼んでくれはる時と、はい、まあまあそうね、建築デザイナーって自分で言うてるから、はい、デザイナーさんって呼んでもらえる時ってあるんですけどね、はい、でどんな職業かなって思ってたんですけど、はい、まあ、僕は、まあ、おもてなしみたいなことが大切にせなあかん職業じゃないかなというふうに思ってるんですけど、はい、まあ言うたら自分の家建てるわけやないと、はい、人の家を建てる、はい、もしくはその人のお店にねご協力させていただくということで、はい、相手のことを考えて、はい、設計しないといけないわけでしょ。そうですね、ということはこれこそおもてなしなんじゃないかって思う時があるんですよね、はいはいはい、で僕ちょっと変な例を言うと、はい、よく最近コンビニでホットコーヒー飲むんですよ、はい、今流行ってますよね。流行ってますよね。どこ行ってもドリップコーヒーってあるでしょ、はい、であれってね、そのセブンイレブンとか、はい、言うたらいいのか分からないけど、まあはい、各社いろいろありますよね、はい、によって値段も違うし呼び名も違うんですよ、はい、でいろんな呼び方があるから、まあ、分からないじゃないですか、はい、で僕がある店で、はい、まあ、A コンビニで、はい、S サイズくださいって言ったんです、はい、そしたらその相手の方がね、M と L しかないんですって言ったんですよ。ほんでおじいちゃん M くださいって言ったんですけど、はい、なんかすごくおもてなしのない接客やなって僕は感じてしまったんですね、はい、でそれが何かっていうと、はい、例えばね、僕が S サイズっていう、まあ、いうことを言ってるのはね、はい、小さい方くださいっていうことを言ってるわけですよね、はい、ですから例えば僕が反対の立場やったら、はい、S サイズ、当店では M と L サイズしかないので M サイズをご用意いたしますと答えるのが、はい、多分正しいおもてなしの答えではないかと思うんですよ、はいはい、でもその M と L しかないんですよ言ったら、じゃあ M くださいっていうのはなんか僕は間違うたみたいな感じするでしょ。そうですね、だからね、はい、なんかそういうのってやっぱおもてなしじゃないんだろうなって、ちょっとした言葉の気遣いで変わるのにね、そうそうそう思いますよね、はい、うん、でなんかねそれをすごく感じたんですよ、はい、で僕らはそうあってはいけない職業なんだなとすごく感じてて、ね、これはまあ言葉遣いだけじゃなくてね、はい、なんて言うんでしょう、いろいろその本当に相手のことを、はい、なんていうんですかね、より良くしてあげる、はい、これがプロの技だと思ってて、はい、で大体その、まあ、設計の時ヒアリングってするんですけどね、はい、なんていうか、そんなわからないでしょ、はい、依頼する人って、はいはい、例えば住宅でも店舗でもそうなんです、わからないですよね、ですからこんな感じあんな感じって言うわけですよね、言うてもね、それをね、
あの建築っていうのはやっぱり法律がありますから、はいはいはい、法律とか、はい、いろいろこう、まあ、物理的なこと、はい、例えば構造的にここ壁作らないと倒れるよとかね、はいはい、だから全面ガラスの家作ってくれるともなかなかできんわけですよ、はいはいはい、ですからそういうことを踏まえた上で、はい、施主さんが一番望んでる形よりちょっといいものを作らないといけないです、はい、あーね、そしてできないってことはね、なんか恥ずかしいと思わんように上手にこれ決まってるからこれできないんですよっていうじゃなくて、ね、それより以上にこれはこういうふうにできないんですけども、はい、こっちした方がいいですよってことですはいはいと、はい、いうことをなんていうんですかやりたいなと思ってですねですからねすごいこう難しいんです、はい、意外意味ねで大きい買い物ですし難しそう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 、はい、これからね、まあ、設計目指してる人、はい、デザイン目指してる人って結構いるわけですよ、はい、でこの季節になるともう最後の就職どやねんみたいな人もいてたりね、はい、でうちの事務所にもねそのまあ来年就職する人がインターンシップという形でね来ようとしてるオファーがあったりするわけですね、はい、でそれこう考えるとね、はい、やっぱりマインドって言いますかね、はい、設計者マインドっていうか、はい、僕はねまずねデザインが悪いよりもそこが大事だと思います僕相手の立場に立って本当に考えることができるような人でないと僕はもうなれないんじゃないかとやるべきじゃないんじゃないかなと思うんでちょっとお便りいいですか、はいね、はいはいすいませんねちょっとファックス来たね、はい、ちょっと、はいはい、早口読みます、はい、藤井まりちゃんこんばんははいこんばんは、リクエスト的なことでも良いでしょうか、はい、建築写真に興味があるのです建築写真家の方にゲスト出演してもらえたら嬉しいです普段は藤井まりちゃんとは呼ばない元 D よりということですねはい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 ということでそれはもうぜひ、はい、実現したいと思いま す、ねはいはい、ということでこのコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が075-253-6901075-253-6901 E メールの方が info@radiocafe.jp そうですね、info@radiocafe.jp です、はいはいまたお便りもお待ちしておりますのでどしどしお送りくださいすいません村山ディレクター気づかずにごめんなさい名前言うた言うたあかんのか分からんまたいいかいいか OK やった、はいはい、それではもう今日はお別れの時間が参りました、はい、それではまた来週建築カフェでお会いしましょうお相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村まりでしたはいそれではまた来週さよなら。この番組は伊賀の浅田建築株式会社美瑛の協力でお送りいたしました。